21時52分、三重県に大雨警報、波浪注意報、洪水注意報が発表されました。発表された地域、詳しく見ていきましょう。四日市市、桑名市、いなべ市、東院町、菰野町に大雨警報が発表されました。四日市市は合わせて洪水注意報も発表されています。それでは周辺でどんな空になっているのか、皆様からのお天気のご報告とともにお伝えいたします。三重県周辺は活発な雨雲が流れ込んでいます。特に北部や沿岸部が中心となっています。前線に向かって湿った空気が流れ込んでいます。さらには本州の南側に熱帯低気圧があり、週末にかけて現在北上しています。台風まで発達することはない見込みですが、湿った空気の流れ込みは続きます。この後も三重県内では沿岸部などを中心に強く雨が降りそうです。またその他の地域においても、千葉県房総半島、伊豆半島、また静岡県の沿岸部、こちらでも強く雨の降ることがありそうです。同時に雷を伴うという恐れもあります。三重県には先ほど新たに大雨警報が発表されました。三重県の北部、そして中部では明日の朝まで特に土砂災害に警戒するようにしてください。四日市市や桑名市など新たに大雨警報が発表されました。三重県伊勢市の方から、先ほどすごい大雨が降りましたといただいています。現在暗い時間帯です。外では安全確認がしづらい状態です。不要な外出は避けて安全なところでお過ごしください。以上、気象速報をお伝えいたしました。